マリッペチャンネル。こんにちは、マリッペです、少しずつ慣れてきたかなと思いますが、普段ですね、私たちっていうのは、頭で考えすぎてしまうので、パッと思いついた直感で、こちらのカード1、2、3とありますので選んでみてください。直感を使うといいことがあるというのは、直感を使っていくとですね、本当の自分とつながりやすくなるっていうことがあるので、パッと、直感でですね、選んでみるっていうことを、練習としてやってみてください。1、2、3と3枚カードがありますので、気になる1つを選んでいただいてもいいですし、全部まとめて、メッセージとして受け取っていただいてもいいので、使い方は自由なので、今日はこれについてっていうふうに感じてでもいいですけれども、引いたカードっていうのが、今必要なメッセージということで受け取っていただけたらなというふうに思います。で、私がそのカードを見ながら、感じたことやひらめいたことをお話ししていきますので、1枚目を選んだ方は、このまま、2枚目3枚目を選んだ方は、何分頃っていうふうに表示しますので、その時から見ていただいてもいいですし、全部見てくださっても OK です。で、始める前に今週お誕生日を迎える方もいらっしゃると思いますので、おめでとうございます。もうあなたがここに生まれてきたということは、すでにもう守られているっていうことなんですね。普段、見えないんですけれども、私たちは、いろいろなサポートを受けて、そしてこの場にいます。ですから、すでにここにいるというだけで祝福されている存在、そしてあなたはここにいるだけでも素晴らしい存在なんだっていうことを意識していただけたらなと思って、最初にお伝えさせていただきました。それでは始めていきたいと思いますので、準備はいいでしょうか。それではスタートします。私はですね、前にもお伝えしたと思うんですけども、こんな私は誰からも愛されないというふうに思っていて、そしてある時ですね、あまりの苦しさから、神というものを、作り出したんですね。で、それはなぜ神なのかって言ったら、その当時、幼い私にとって、神の存在というものを信じるイコール、少なくとも神様なら、私を愛してくれるんじゃないかっていうふうに思ったからこそ、神というものを信じることによって、そして、私は愛されてるんだっていうふうに実感しながら、過ごしていた時があるんですね。その時からですね、私は愛されたい、必要とされたいっていうことをすごく、意識していたんですね。自分の中の、欠乏感、こんな存在だから愛されないっていうふうに思って、ずっと何十年と過ごしてきたわけなんです。で、そういう意識だったからこそ、愛されることに関しては、すごく関心を持っていて、で、実はですね、愛されるっていうのはすごく簡単なんですね。で、おかげさまで私は、20年近く愛され続けてます。で、愛されるっていうのは技術だというふうに思っているんですね。でも一番難しいというふうに思うのは、愛すことだと思ってるんです。なぜならば、私たちっていうのは、人間なので、その時の気分によって感情がこう揺れ動いたりっていうことがあると思うんですね。いくら、私たちを、産んでくれた親でさえ、私も親っていう立場ですけれども、その時その時の、気分や感情で、子供に対する思いっていうことが変わってくるっていうことを、実感しているんですね。つまり一番最初、出産の時は、無条件でもうただただ生まれてきてくれたことに感謝していたのが、そこからですね、いろいろな人とのお付き合いがあることによって、誰それちゃんと比較してみたり、誰それさんと比較してみたりっていうことがある中で、純粋にその子っていうことを存在として、慈しむっていうことが時には難しいっていうことがあるんですね。で、それが、いいとか悪いとかではなくて、私たちっていうのは周りによって、気持ちが揺れてしまうっていうことがあるんですね。そんな時に、どんな状況でもただただ目の前にいるということを慈しみ、そして感謝するっていうことは、なかなかこれ心の練習をしていかないと難しいんです。なぜならば、私たちっていうのは条件をつけてしまうんですね。例えば、100点を取ったから偉いとか、成績が5だから、よく頑張ったとか、
ついついそういうことで、何かしらの条件をつけて認めてしまうっていうことを、ずっとやってしまってるんですね。ですからこの私のチャンネルのオープニングでは、あなたは価値ある存在って言ってるんですけども、本当にただここに存在しているだけであなたは素晴らしいっていうことが、イコール愛になるからなんです。何の条件もありません。ただただそこにいるっていうだけで、あなたは守られている、そして、祝福されている、これこそが、愛だと思うんですね。愛というのは不安や恐れから、愛されたい、愛してほしいっていうふうに願っているうちは、実はですね、自分自身が、満たされてないっていうことなので、常に常に欠乏感だけを生んでしまうんですね。でも、自分自身がこう素晴らしい存在であり満たされているんだっていうふうに思った時、自分自身で誰からも愛されることを必要とせずに、自家発電していけるんですね。で、自分からこう溢れ出たものが、どん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 人にも、伝わっていくっていうふうに私は信じているので、常に常に私は自分を満たすっていうことを、心がけています。そうでないと常に、意識が外向きになってしまって、誰かと比較してみたり、そしてできない自分を、責めてしまうっていうような負のループに陥るからなんですね。ですから私たちっていうのはどこも欠けているということはなく、一人一人が満たされていて、一人一人が素晴らしいんだっていうことを思うことによって、その輪が広がっていくっていうふうに思っているからなんです。なので、私が日々意識しているのは、自分が心地よいということを繰り返し繰り返し行っていくことなんですね。そうすることによって自分が満たされて、その満たされた思いというのが、周りに伝播していくというふうに思っているからなんです。ですから何か足りない、あれが欲しいっていうような欠乏感で、満たされないうちは、愛されたい、愛してほしいっていう気持ちがどうしても強くなってしまうので、その思いで、見てしまうと、実は自分をもっともっと痛めつけるような状況に置いてしまうっていうことをですね、少し頭の片隅に置いておいてください。私はこう見えない存在ということをいつも語っていますが、実は見えてないと、ないのと一緒なんですね。そこに存在してあるんだ、そして私は守られているんだっていうふうに思うことで、見えることがあるんです。そして感じることがあるんです。ですからこのことを大事だなというふうに思ってお伝えしていますので、どうかですね、もう少し視野を広げて、自分自身をもっともっと大事に、そして丁寧に見つめてあげてください。そしてこの絵に描かれているように、光ということにも意識を向けてみてください。私たちっていうのは元は、このような光り輝く存在であるっていうことを、イメージしていくと、実はですね、光っていうのはすごく暖かいですし、輝いていますよね。これは本当にイメージを利用するだけでもいいと思うんです。私の言っていることが、ちょっと理解できないというのであれば、ぜひですね、これからお伝えするイメージワークを行ってみてください。まずは楽な姿勢になり、体の力を抜きながら息を吐き切ります。そして体中に光のエネルギーを取り込むという意識で息を吸います。今度は体の中にある不安や恐れを吐く息とともに外に出し切ります。これをですね、気分が落ち着くまで続けていただくと、自分の中がですね、満たされていくのを感じていけると思いますので、これは日々練習をしていただけたらなと思うんですけれども、私たちっていうのはもともとはこのように光り輝く存在である。そしてそれぞれが、個性を持ち、そしてここにいるっていうことを考えた時に、光っていうのはすごく輝かしいですし豊かですよね。ですからそういったものを、イメージトレーニングしておくっていうだけでもだいぶですね、自分が満たされていくっていうことを実感していけると思いますので、ちょっとしんどいなとか、ちょっと寂しいなっていうふうに思うのであれば、こういったイメージトレーニングを、寝る前に行うっていうだけでもだいぶ改善していきますので、ぜひですね、この絵を焼き付けていただいて、私というのは、元をたどればこういう光の存在であったっていうのをイメージトレーニングするようにしてみてください。このカードは感情的な喪失感というのを表しています。ですから何か失ってしまって悲しいとか、
悲しい経験をして心が傷ついているというような状況かもしれません。私たちは今のように文明が発達していない時代というのは、生き延びるためにあれこれ最悪な状況というのを常に頭に意識していました。ですから世の中は危険なことばかり、不安なことばかりがあるように思ってしまうんですけれども、実はマイナスとプラスというのは同じ分量だけ存在しているんです。なので悲しい出来事があった、悲しい体験をしたという後には必ず嬉しいこと、楽しいことというのがあるんです。このカードの背後に光が差し込んでいますよね。ですから今悲しい体験をして心が傷ついていても、でもこれから先というのは明るい光が差し込んでいるんです。そしてこの数字の5というのは変化を表していますから、これから未来というのは明るいものになっていくという表れでもあります。ついつい私たちというのは心配や不安で心が支配されてしまい、そこから未来を悲観するということを繰り返し行ってしまいますが、もしそういう考え方に支配されてしまうというのであれば、一つここでご提案をしたいと思います。私たちは時間が過去、現在、未来というふうに流れるというふうに考えていますが、この考え方の弊害というのは、過去の出来事を後悔したり、その失敗から未来を悲観してしまって未来に制限をかけてしまうということなんです。ですから時間は未来から流れてくるというふうに考えてみると、未来というのは何の制限もなく、そして無限に可能性に満ちているんです。その未来から今を見たとき、あらゆる可能性を秘めているということなんです。ですから今までの過去、現在、未来という考え方で自分を制限してしまうようであれば、未来から今を見るというような考え方をぜひ採用してみてください。そうした時に未来というのは無限の可能性を秘めているわけですから、自分を制限することなくいろいろなことにチャレンジできるということなんです。今たとえ苦しく辛いことがあったとしても、でもあなたの未来というのは明るく輝いている。それを常にイメージしてみてください。このカードはケルト神話の太陽神ルーです。書いてある言葉は粘り強さ。今はコンビニに行けば何でも手に入りますから、なかなか太陽と言ってもピンとこないと思います。でも今も秋になると収穫祭があったり、実りに対する感謝、そして祝う気持ちというのは数々の行事で残っていると思います。太陽というのは本当に大きな存在で、そして私たちの命というのを左右するだけの力があって、だからこそ太陽神という形で祀られていたんだと思います。私はさくらんぼが大好きで、甘いさくらんぼの種をいくつか取っておいて、それを植えてみました。その中の一つが芽を出して、そして数センチ育っています。この先もまだまだサクランボの実がなるまでは、随分と日数がかかるなというふうに感じているんですけれども、それでも何個か蒔いたうちの一つしか育たないんです。つまり私たちが何かやろうというふうに思って進めた時に、いくつもやったうちの一つしか成功しないということもあるかもしれません。逆にあまりうまくいかなくて投げ出してしまうということもあるかもしれませんが、いずれにしても何かを成し遂げるという時にはかなりの根気強さというのが必要になってきます。その中で向いているものが芽を出し、向いてないものが経験というふうになるわけですけれども、必ずしも最初から順調ということはないと思うんです。ですからもしうまくいかないなというふうに思っているのであれば、この太陽のエネルギーを取り入れるということをしてみてください。たかがカードというふうに思わずに、これを引いたということはこの太陽のエネルギーがあなたに必要だということでもありますから、あなたの中に光り輝く太陽をイメージしてみてください。この3枚のカードを並べてみたときに共通しているのは光です。なので今回は私たちの中に光を取り入れていきましょうというメッセージでもあります。
1番を引いてくださった方にはお伝えしましたが、もしあなたの中に不安や恐れというものがあるときには、ぜひこのイメージワークを行ってみてください。やり方は、まずは楽な姿勢になり、体の力を抜きながら息を吐き切ります。そして体中に光のエネルギーを取り込むという意識で息を吸います。今度は体の中にある不安や恐れを吐く息とともに外に出し切ります。これを気持ちが落ち着くまで繰り返して、そしてできれば毎日毎日繰り返し行ってください。すごくシンプルなんですけれども、光というものをイメージしてそれを取り込む、そして自分の中にあるいらないものを吐き出すというようなイメージ、これを繰り返すだけでだいぶ不安や恐れというものが取り除かれていき、そしてあなた本来の力というものを出せるようになってきます。これは騙されたと思ってぜひ取り組んでいただけたらなというふうに思っています。今なかなか思うように進まないということがあったとしても、光のエネルギーをあなた自身に取り戻すことで、未来というものは無限の可能性に満ちているということを感じていけるようになります。そして私たちは通常過去、現在、未来と時間が進むように思っていますが、でもこれを未来から時間が流れてくるというふうに意識してみたとき、未来というのは無限の可能性があり、そして今から私たちというのは何にでもなれるというような考え方ができるようになってきます。そして私たちというのは常に見えない存在に守られているということを意識して、明るい未来というのをイメージする習慣をつけてみてください。もし今後の具体的なアドバイスというのが欲しい場合は、ぜひご相談ください。私は月2回新月と満月に遠隔ヒーリングを行っています。ご興味がありましたらば、下の欄からぜひご参加ください。今週があなたにとってもっともっと素晴らしいものになりますように祈っています。ここまで聞いていただきありがとうございます。今日も素敵な一日になります。またお会いしましょう。マリッペでした。マリッペチャンネル。